てますね、平選手。44次のステアケース、最初のきっかけのジャンプします。32、何とかいきましたね。限定2点、いいですよ。さあ最後のステアケース、ここはかなり難関でしょう。伸びなければ OK ということなんですけど、まあ、時間もあるので、ナイトオーバーですね。残念。かなり登りましたよ。最初の下り、さあラインに上がりました。さあ次のジャンプ、 OK、 いいですよ。さあ最後の上り、助走が近いので、さあステアケースは2メーター。少しラインが違いますね。2段の方向から入りますね。いや大丈夫です。さあ今ちょっと厳しくなってきましたけど、2段からジャンプする感じですね。あさあ最初の2人、あ、飛びましたね。いいですよ。いい感じです。さあ、ギアを3速に上げて、素晴らしい。いいですよ。余裕があります。クリーンです。いいですよ。さあ、いい感じです。さあ、最後のステアケース。さあ、残り25秒。時間もあります。野本選手も2段でいきますね。あ、テープちょっとリアかかってないですかね。お、あ、下がりましたか。惜しいですね。あ、上がりましたね。かなりの落差ですよ。さあラインを跳ねて、ギアを3速に入れて、しっかりアクセルを開けましょう。素晴らしい。いいですよ。いい走り。ナイスフィニッシュ。さあ、最後のステアです。
成田選手も2段の方から行きますね。あ、前輪を下から行きますね。
上がってほしい。ああ、残りました、残りました、素晴らしい。現在地、素晴らしい。ナイス1点でした。